僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。今夜のお願いランキングっていうさ、テレビ朝日でやってるなんか、深夜番組にですね、出ますからね、僕。なんかサンドイッチマンっていうさ、M1 とかでさ、賞を取ってる人いるじゃん。すごいこわもてのさ、ごつい二人。その二人がなんか世の中で怒ってる人に、なだめに行くみたいな企画らしいの。まあまあマイクっていう、まあまあマイクっていうさ、マイクを持って、そう、だからなだめに来るっていうことでですね、ここに来たんですよ。まさにここの場所に、このフィレンツェに。今日の、だから詳しくは全部、今夜のね、お願いランキングをとりあえず見てほしいんですけど、サンドウィッチマン面白いよね。そう思いますよ、僕も。だから、いいと思うのと、あとやっぱり何と言ってもですね、そのコーナーね、今回が初めなんですよ。第1回の、得体の知れないコーナーの一番最初ってさ、すげえ大事じゃん。わかる？これ。そこに僕を抜擢したですね、そのスタッフの選球眼の良さ、采配の良さ。だからあれだよ、伊藤監督で言うさ、まあ、プロ野球で言うさ、開幕ピッチャーだよね。ロッテで言う涌井だよ、涌井。涌井に僕を選んだっていうのがまずね、すごいね。無能じゃないよ。いや、簡単なね、これ、僕がね、そのね、テレビ業界の話にね、切り込んでやろうか、そんなこと言ったら。簡単に言えばですね、まあ、僕もニコ生主 YouTuber。基本的にニコ生主 YouTuber は使えないんですよ。なんでだと思う？クズなんだよ、全部が。テレビ向けじゃないんだよ、全員さ。わかりますか、この感じ。だけど、その中で、全部ゴミ、石ころばっかりの中からさ、僕みたいな宝石をよく見つけてきたなと。そして、なんでここにちゃんと、その一番いいさ、開幕ピッチャーにさ、僕を起用した。そのね、努力たるやね、ないんだよ、言ってみれば。一人だけじゃん、宝石って。ほとんどがゴミばっかり。テレビでは使い物になんないゴミばっかり。だから結局取材してもね、その時間が無駄になっちゃうんですよ。全カットするしかないから。こんなやつの発言とか全部ダメだなって。だけど逆、そういう中でさ、僕ってやっぱ宝石だから光ってるからさ。自分で言うよ。だってそうじゃん。だけど、簡単に言えばね、こういう宝石を探す作業ってね、ほんと大変なんですよ。テレビのスタッフ的に言えば。一番楽なのは、事務所に所属してる芸人とかを適当に絡ませとく。それが一番まあ番組としてもある程度成立するし、まあ60点の番組は作れますよね。そういうことやってれば。適当にまあ今流行りの芸人を呼んで、自分が売りたい芸人、バーターのやつをつけて、適当にこう、ひな壇に座らせて、適当に会話をテーマを決めて会話させる。これやっとけば、まあ、60点の番組は作れるんですよ。簡単にね。だけど、それやってたらさ、面白いものが作れますかって言うんだよ。お願いランキングのスタッフは、多分面白いものを作りたいっていうね。なんか気持ちが感じられたからさ。わかった？だから僕は出ることに決めたんです。っていうか、僕は基本的にですね、なんかそういうテレビの、まあ、芸人でいうところのネタ見せっていうのがね、事前にさ、スタッフとかにどっかに出向いて、なんかみんなでこう、一列になっていろいろやっていくみたいなさ、オーディションみたいな。アイドルとかでも全部そうじゃん。オーディションとかでどっかの、会議室みたいなところでいろんな、私はこれができます、これができます。そういうの僕絶対行きませんから。そんなの行く意味ないから。だから僕みたいなやつを出すためには、まず西日暮里まで出向くことが必要なんですよ。ここまで来れば話聞きます。西日暮里のフィレンツェまでね、来れば話聞きますよっていう、別にそこまで出なくてもいいから、そういう立場なんですよ、僕としては。だからわざわざこう、来て、しかもさ、一回じゃないからね、何回も来てさ、僕みたいな、多分他にもいっぱい当たったんだと思うよ。ゴミくずを。石ころを。そういう中から僕っていう宝石をね、一生懸命見つけてきた、そのね、面白いものを作ろうっていう、あれですよね。気持ち。だから僕もちゃんと頑張りましたよ。ちゃんとね、5回1失点ぐらいのピッチングはしましたから、あとは編集の人に任せますから。偉いよね。つうか、テレビ局の人、大変だよ、ほんと。だって僕、別に、初テレビとかじゃないぞ。おい。笑っていいともにだって出てんだぞ。今回のはまだ収録だからいいわ。笑っていいともなんてさ、もしいいともの途中でさ、放送禁止用語を叫びまくったら終わりだからね、言っとくけど。だけど、そんな、笑っていいとも、そうそう、後ろ向きでホッピングして、自慢をするっていうのを朝9時にあるため、こればっかりはネタとして朝9時にあるために行って、オーディションを勝ち抜きましたけど、そういうこと基本的にはしません。ただ笑っていいともだったら、朝9時にあるたまえっていうの有名じゃん。朝9時にあるたまえ来てください、なんとかの人は。その時はね、ちょっとした自慢の持ってる人は来てくださいっていうので、ホッピング持って行ったんだけど、基本的にこういうことは絶対にしませんから。
そうそう、笑っていいとものオーディションもね、分かってんの。横一列になっていろいろこれできますって言うんだけど、もう毎回常連の気違いが入ってるから。手品ができますって言ってさ、そこいら、東急ハンズで売ってる手品をやるバカがいるんだよ。あいつね、いっぱい出てると思うんだけど、ああいうやつ、それはまあ基本的に精神のいかれてるやつですから。そういうやつがまあニコニコ生主もワンサがいるじゃん。そういうやつを基本的にふるいにかける作業が行われるわけ。その中で僕ってふるいにかけられないじゃん、宝石だから。キラッキラの原石だからさ。だから何でも一回そういうのと、そこのステージまで行けば絶対に通るんですけど、そこまで行ってないわけですよ。基本的にね、行きたくないから。他にも面白そうなやついたかな？忘れた。僕は後ろ向きでいろんなホッピングができますって言って、いろんなホッピングの技を見せたら、じゃあ後ろ向きので行きましょうかって。あ、わかりました。フジテレビ。いや、でも僕その時ね、フジテレビで確かね、違う仕事もしてたんだよ。その少年たけしっていうところでフラッシュアニメを作ってて、で、ちょっとビビったのが、その時に、ね、当日にね、出演料みたいなのを軽くもらったんだけど、あ、これ言ってもいいのか。まあ、いいと思うもん、終わったからいいよな。出演料軽くもらったんだけどね、その明細みたいのが、自分がいつもやってる仕事のところの一番下に、なんか笑っていいとも出演料って、完全にね、同じ人間として認識されて入ってきたから、ちょっとね、あ、いや、これやばいな、情報化社会やばいなってちょっと思いましたけど。そんで、企画のね、趣旨を説明するとですね、まあサンドイッチマンが怒ってる人がいるっていうから、何で怒ったか、まあ、とにかく放送を今夜見てください。で、みんなさ、僕はそのサンドイッチマンって言ったら、君たちサンドイッチマンって知ってる？言ってみりゃもう、チンピラですよ。柄の悪い。グラサンみたいのかけてさ、金髪でこう髪の毛を立ててさ、体格が良くてさ、その体格がいい人間二人に僕、こっちがその伊達さんっていうさ、怖い金髪。こっちがその富澤さんっていう怒らせたら人殺しそうな人。その二人にこうグッと挟まれて、そこで僕、怒れるか普通、君たち。そんな状況で。そこで怒るのが僕ですから。マジおこですからね。どっちも怖えよ。どっちも怖えけど。怒ってっからね。ちゃんと怒ってっから。僕って偉いから、そういうとこ。じゃあ一応ね。はい。じゃあ証拠としてですね、ここフィレンツェ、まあこうやってご飯とか食べてる人もいますけど、こういう感じでですね。ほら、ここのフィレンツェの再認識思考なんか、すごいね、充実してきた。まあまずはね、一番トップに君臨するのは僕じゃん。これでしょ？で、その下にさ、声優のさ、南條佳乃さんって、南條のね、南條のが僕と同じ日にサイン書いてるわけよ。2月10日にお忍びデートした時のさ、ほら、お忍びデートしちゃったから。で、これは誰かし、客が、坂本雷光さんがコピーをもらって貼ったわけだから、これ意味ないから、これ早急に捨ててほしいぐらいです。で、こちら。今回のね、フィレンテ様へって、これ。今な、サンドイッチマンって書いたんでしょ？来たんだ。来てくれたんだよ、ほら。こっちはね、坂本雷光さんがタクシーの運転手に、私、宅野内豊乗せたことあるんですよ。証拠に見せましょうかって言って、これコピー配ってるんですよって、タクシーの運転手が配ったコピーを雷光さんがここに持ってきて、で、無理やりここに貼ったから、ママさん、これ、なんでこんなの貼ったんですか？ お客様。はい。これ剥がしたいよ。そんなこと。雷光さん、余計なことしてんじゃないよ。これは来た人、ここに来た人だけが貼れるんで、ちゃんと日付入りで、フィレンテ様へって書いた人だけ。なんでこんなタクシーのうんちゃんからもらったコピー貼らなきゃいけねえんだよ。ね。そんな感じですよ。だから、とりあえず見てくださいってことですよ。今夜ね。やっぱり僕も感じたね。面白いものを作ろうっていう、この人たちは面白いものを作ろうと思ってやってるんだなっていうのを感じまして。そうじゃないけどさ、僕みたいな、つうか僕最初話聞きに来た時も、企画内容を聞いて、あ、これ絶対僕無理だなと思ってさ。まあ自分で言うのもなんですけど、テレビ向きじゃないんですよ、僕って。なぜかっていうと、それ怒ってる人をなだめるっていうじゃん。で、怒ってる内容がさ、まず僕の場合さ、角川ドワンゴにさ、ぶち切れたりしてるじゃん。あとはバンダイナムコグループのジョジョのゲームがクソゲーだってぶち切れたりとか、まあ今までぶち切れたのを見ると、全部さ、スポンサーとかも絡んでくる、ちょっと痛いところがあるんですよね。わかる？今まで、そう、岡田斗司夫にぶち切れたりとかも、まあ、今までにぶち切れたことを僕が思い出せば思い出すほど、あ、僕の怒ってることは全部テレビ向きじゃないなと。例えばさ、パチンコとかも僕ムカつくからいつも怒ってるけどさ、パチンコとかに怒っちゃったらもうテレビのスポンサーとかも、あと、いつもさ、課金ゲームに対して怒ってんじゃん。あれも全部良質なスポンサーですから、グリーン、モバゲー、あの辺のさ、ガンホーとか。だからあの辺の、そういう、
ガチャとかに怒ってたら絶対使えませんから、テレビでは。だから分かってるから、僕もその辺は。だから、話半分で聞いてたの、あ、なるほど、面白そうな企画ですね。そしてさ、まあ、やれるんだったら、やります、やりたいですっていうふうに言ってか、一回帰ってもらったんだけどさ、どうせもうこれ返事来ねえだろうなと思って、適当にそのまんまやってたら、急に返事が来て、あ、今回決まりました。いや、その、だから、チョイスだよな、やっぱり。その辺も全部裏取ってさ、しっかりその、テレビ NG にならないようにさ、向こうも多分努力してると思うんだよな。全部台本なのだって。全部台本じゃない。全部僕の、あの、そのまんま、台本だったらだって芸人とか呼んでやればいいじゃん。僕は怒れる一般市民なんだよ。怒れる一般市民に怒らせたいっていう企画なんでしょ。だからそれはガチでやってんだよ、向こうも。だからいいんじゃん、面白いんじゃん。そういう方が面白いんだよ。ガチで怒ってる人が怒った方が面白いんだよ。芸人が怒ったって面白くないんだよ、そんなの。ただの、ビジネス怒りじゃねえかよ、そんなもんはよ。僕のは魂がこもってんじゃん、怒りとして。怒りとして。怒ったふりなんかしないよ。怒ったふり、そんな怖い人に囲まれて怒ったふりできるわけないじゃん。それが今夜の、12時50分からやります。テレビ朝日で。だから見れる人だけ見ておいてください。